宮口誠二は日本の俳優。本名は宮口忠次。身長159センチメートル。築地座を経て文学座に参加し、銅座の中心として多くの舞台に立ち、文学座対談後は東方演劇部に所属して商業演劇に出演した。戦後から映画にも多く出演、巨匠監督の作品に立て続けに起用され、脇役として活躍した。 個人雑誌、俳優館の観光もしていた。主な出演映画に、七人の侍、張り込み、日本の一番長い日など。1913年11月15日、東京府東京市本庶区緑町に、大工の父、周氏と母、元の六人兄弟の次男として生まれる。幼児に本庶内の林町に移住する。中華人小学校を経て、東京立。 第二中学校に入学するが、家庭の経済的事情から、同校の夜学である、上野夜間中学に転じ、同時に校長の紹介で、福徳生命東京支店に給仕として入社する。1931年の卒業後も同社に勤務していたが、芝居好きの会社の同僚の誘いで、歌舞伎や進撃を見るようになり、本人曰く、同じ貧乏をするなら、自分の好きな道で、 とのことで役者を志す。1933年9月、友田京介、田村明子夫妻らが設立した、築地座の研究生募集に応じて入団し、同年、アルトハイデルベルヒの通行人の学生役で、初舞台を踏む。1935年、久保田万太郎作、釣り堀にて、に、先輩の中村信夫の大役として、一言だが初めて、セリフのある役で出演する。 築地座解さん後は、1937年の文学座結成に杉村春子らと共に参加。1944年に森本香る作、土涛での演技で注目される。同年、黒沢明監督の職、姿三四郎に、同じ文学座の森正幸と共に出演して、映画デビューする。1945年5月、石川県小松市に劇団疎開。 自動演劇隊に加わって、北陸地方を巡演し、旅先で終戦を迎える。戦後も文学座の主力として舞台に立ち、1949年には、女の一生、秋草花し、雲の果ての演技で、第1回毎日演劇賞を受賞する。主に下町者の作品で頑固だが人情け深い、職人役などを得意とした。1965年2月8日に、 文学座を退団すると、同年5月に、東方演劇部と1年ごとの契約で入り、霊界様と人間様、放浪記などの東方現代劇に出演し、堅実な脇役として活躍する。戦後の映画出演は、1946年の浦島太郎の公栄に出た後しばらく出演がなかった。1948年に立川富子と結婚。 1951年に、木下圭介監督の全馬に出演したのを皮切りに、小津安二郎の爆臭、黒沢明監督の生きる七人の侍、木下監督の奈良山節子、稲垣博監督の無法松の一生、野村義太郎監督の張り込み、中村昇監督のこと、篠田正宏監督の乾いた花、山田洋二監督の 男は辛いお柴又母女など、日本映画を代表する監督の作品に次々と起用される。中でも、七人の侍では、送信で科目だが、凄腕の剣学急増、張り込みでは執年部回路刑事を演じて、好演技を見せた。1970年から、個人の機関雑誌、俳優館を主催。アマチュア野球の審判としても知られ。 高楽園球場や大阪スタジアムで球審を務めたこともある。1985年4月12日23時30分、肺がんのため国立東京第二病院で死去。71歳を打九1984年の帝国劇場、桜の園が最後の舞台となった。なお、テレンス・マリック監督作品、シン・レッド・ラインで渡来シンと共に日本語アドバイザーを務めた。 宮口智夫は実施。陰は黒沢明監督作品。陰は小津安二郎監督作品。ありがとうございます。